ETC カードを確認しました。フェアレディ Z、50周年記念車、カーシェアで借りていきましょう。迫力があってスタイリッシュですね。赤色も鮮やかでかっこいい。これで1時間1200円は破格でしょう。ここは東京秋葉原のとある地下駐車場、カーシェアの基地のような場所で、ホンダイヤ、アイオニック5も置かれています。東京はカーシェアが豊富で羨ましいですね。この日は3台乗ることができました。Z の内装、めちゃくちゃかっこいいんですよ。世界観は GTR 以上、スポーツマシンに乗っているという高揚感があります。3.7 リッター V6 自然吸気の FR、大雨の首都高、覚悟して参りましょう。やっぱ霊感時の指導はうるさいですね。フロントノーズ長くて出しづらそうだけど、慎重に出ましょう。早速問題発生、ハンドルを切った途端、タイヤからイオン。聞こえますか？空気圧がゼロになって、ゴムが潰れているような音です。降りて点検してみましたが、空気圧、タイヤともに一切の異常なし。メカ的な方式によるものだと判断しました。カーシェアのだるいところなんだけど、駐車マスに板を戻さないといけないんだよね。深夜だからいいけど、乗り逃げされそうで怖い。まだ霊感だしゆっくり行きましょうか。センターメーターの一つが水温計、そして排気量、これは発熱が侮れないタイプだな。左は時計、真ん中はバッテリー電圧だぜ。油温計？レンタカーにそんなものはない。冷却は水に、潤滑その他オイルに委ねるスタイルなんでしょうかね。駐車ゲートはナンバー認証らしいです。ゆっくり行きましょう。ここは地下1階だから、スロープを上がらなきゃいけない。すりそうで怖いよね。そして現時点で気づいたこととして、信じられないくらい小回りが利くし、視認性が良くて運転がしやすい。ここもすりませんね。さすが純正車高。個人的に、フロントノーズが長くて、通体がでかいイメージがあったので覚悟してましたが、すっと車幅感覚が馴染んでしまいました。あー前が見えねー。フロントノーズが長いだけに、こればっかりは仕方ないな。こういうところから出る際には気を使いますね。でも、イメージと物理的なサイズ以上に、コンパクトに感じるよ。この手のオートマスポーツカーって、低速発進時にアクセルを乱暴に踏むとガタつきやすいんだけど、Z はそんなことなかったね。そして、排気量の割に音が静か。アイドリングどころか、4000回転を過ぎても、エンジン音が聞こえてこないレベル。静かで素晴らしいけど、さすがにこのエンジンの静けさはいただけない。せっかくの大排気量 V6 が、EV のように離さない。横幅は1845ミリ、前後長は4260ミリ、車重 1.5 トンで約350馬力の Z だ。さてさてちょっと狭い交差点の左折だけど、信じられないくらいスパッと曲がれる。教習車のカローラのようなサイズ感、狭い東京の道路でも、車線内に難なく収まる。信じられないよ、予想を大きく裏切る運転のしやすさ。最大トルクは365ニュートン、その恩恵は存分に受けられます。踏むとガンガンに加速してくれるんだ。そしてギアチェンジもスムーズ。このトランスミッションってトルコン式なの？そう思わされるフィール。公式サイトで調べたら、クラッチ付きのマニュアルトランスミッションだったぜ。エンジンもギアボックスも完璧じゃないか。走りについては首都高に上がってから詳しい話をしましょう。それよりも今すべきは、古さの話だ。まずカーナビ周り、古すぎる。あまりにも古典的で、パワートレインがいいだけに、今 Z34 を評価する上で最大のボトルネックとなる、ブラウン管みたいな画質だし、サイズも小さいし、案内もわかりづらく、首都高の分岐で道を間違えた。まあカーナビがしょぼいのって、スポーツカーあるあるだから。そしてエアコンも、操作系が古いですね。カビ臭い匂いがするのはレンタカーだからしょうがないが、Z34 の初期型が出たのは2008年らしいな。CD を入れる口があるのが時代を感じる。私東京来るのまだ3度目だよ。道全く知らないよ。右が首都高の入り口ってことしか知らない。ステーションを出て、C1 を追いかけどこ歩いとんじゃだけ。日本をドライブするコツは、待ってテスラのタクシーおるやん。珍しいですな。日本をドライブするコツは、ベトナムだと思って運転することだ。違和感なく、他車の愚行を受け入れられる。というかリア周りどうなってるんだ。なんか後ろが見づらいというか、プリウスみたいに後方視界が取れない。とは言いつつも見た目の割に視覚は小さく、気をつけて運転していれば、他車線道路でも危険はないでしょう。Z の内装ってプラスチッキーで、とてもとても安っぽいイメージがあったけど、夜に運転した限りでは、全く気にならなかったですね。さっきも言ったが世界観だよな。上質なスポーツカーに乗っている。その世界観の作り方が Z はうまいんだ。レンタカーあるあるのフロントガラスの油膜のせいで、これから雨の首都高なのに不安しかないです。ハザードどこにあるんだと思ったら、シフトノブの横でしたか。こうして見ると内装かっこいいよな。右後ろに車いるんだけど、分岐が近いので入れていただきましょう。よしクリア、慣れない車は、距離感がつかみづらくて要注意ですな。は？そんなガクって曲がる？映像だと緩く見えるけど、ここだけ20キロ制限でもいいだろ。そう思うレベルの車線シフト。
ない。これじゃせっかくの V6 エンジンが台無しだよ。存在しないのと一緒じゃないか。ここまで静かに作る意味はあるのか。プリウスの 1.8 リッター5ニトルクエコエンジンの方が、まだまだ元気に回るぞい。今のは駐車場入り口か、右から首都高入るんだよね。もうすぐって入り口が急すぎるだろ。なんだこれアホかよ。8月31日の、夏休みの宿題を全部終わらせるよ。特訓スケジュールみたいなきつさだぜ。V6 エンジンのドロドロとした方向、6気筒というだけで希少価値だね。道も分岐もわからない深夜の雨の首都高に超大排気量 FR で乗り込む。誰が見ても無謀だが、行けるところまで行くしかないとは言ったけど、なんでだろうね。排気量の割に何も怖さがないんだ。車の動きとしてはロードスターの方がよっぽどよっぽどよっぽど危ない。雨だし、道を知らない首都高だから緊張してたせいで神経を分析にあまり避けなかったことはあらかじめご理解くださいね。さあ雨の路面で油断してると滑りそうなこと。水の膜が張っている。この雨は事故るタイプの雨だ。強い負荷をかけている最中に段差をガタンと越えれば、途端に四輪のバランスは崩れるだろう。行くべきは C1。 よくわからないが、この車線を走っていればいいんだろうか。個人的に Z34、 むちゃくちゃ事故りやすい車というイメージがあります。だってその通りだよね。 V6 の圧倒的な加速力、若造が踏めばすぐ制御できない領域に飛び込んじまう。これだけのパワーを FR に詰め込んでしまって安全に走れるわけがない。おまけにこの雨だ。そう思ってたんだけど、不思議と安心感がある。事故る気がしないほどの安定性だ。あと何より、段差を乗り越えても跳ねない。乗り心地はとても快適で、スポーツカーというか上級クーペと言えるほど低価格帯スポーツカーにありがちな、ただ固めてバッタバッタ跳ねさせて強引に安定させる、そういう動きが全くないんだ。ここで私マニュアルシフトに切り替え、この安定性なら雨の中でも踏んでいける。4速で中回転域へ。でもエンジン音が全然聞こえてこない。雨と風の音にかき消されて、肝心の唯一無二の V6 の声が聞こえない。Z を形作る一番大事な要素が抜け落ちている。早々右車線を走り続けてたけど、後ろに車がいない中で、変則的な分離帯への警戒を優先してたからです。湾岸ミッドナイトのゲームで、みんな一度は刺さったことあるよな。そして、中学生の頃に実際に来ると感動する。首都高、こんな危険なステージが、大日本の首都の道路インフラの、中枢だなんてあまりにも無茶苦茶だ。熟練者が抑えて走る分にはいい。だが、腕に覚えのない者にとって、迂闊なるペースアップの先にあるのは破滅だ。そんな状況下で、Z34 に乗っているという意味は重い。何一つ無理はしない。今しれっと3速に落としたけどな。ゆっくり、慎重に踏もう。いい声だ、Z。Z は4000回転以上回さないと、話していても何も聞こえない。エンジン音があまりにも小さすぎるので、ブレーキを褒めようと思います。加速力に見合うだけの制動力を与えられた、素晴らしいブレーキです。このブレーキがあってこそ、Z は安心して踏める。踏み始めの、パッドが全体的にディスクに触れてないような領域から、しっかりと効いて車速を削ってくれるんです。制動力は強いけどカックンブレーキではない。GR86 に迫るブレーキタッチの良さです。気も見えないので、アクセル回路を抑えて、リリースもとにかく早く、ここ汐留 S字って言うんだっけ、合ってる？トリッキーなコーナーだが、恐怖感は全くない。タイヤへの強い負荷というか、この状態で段差乗ったら危ないなという、その領域の G は、マシンに与えないように乗っていた。これはつまり、限界領域での挙動なんか、確かめられるような状況じゃなかったということだが、Z からは GTR の遺伝子も感じる。安定感の中で上乗せされる、同等の V6 エンジンがもたらす世界。音と、圧倒的なトルクによる加速感。変なドッカンターボがない分、GTR よりもよっぽど乗りやすいし楽しめますね。私は R35 より、Z の方がいいと思ってしまいました。安心して踏めるし、車体でかく感じないし、跳ねないし、ギアボックスがガタつかないし、この雨の中で追い越し車線に入り、トラックをパスしようとしているところから、Z が与えてくれる安心感の高さが伺えるでしょう。4速でも少しだけ踏んでみましたが、やっぱりトルクが圧倒的です。動きが軽い。1.3 トン台に感じる。軽い。車重はきっちり 1.5 トンあるし、フロントに V6 積んで重量バランスがいいわけがないのに、動きも素直で、軽く動いてくれるんだぜ。思ってたのと全然違う。
とてもとてもいい意味で GTR の世界観を、86のサイズ感と価格に抑えた、そんな車だぞこれ。何よりも加速が速いしエンジンが気持ちいいし、速さだけじゃなく快適性もある。クルコンがないのとカーナビ周りがゴミなのは、買った後に何かやって解消すればいい。これで初期型の中古が150万円から買えちゃうのか。しかも、Z33 で妥協すれば70万円ちょいで収まっちまう。破格すぎる。この時代に大廃棄量が嫌悪されてるからなのか知らないが、この車の価値はそんなもんじゃないはずだ。R35 が欲しくて買えない人、とりあえず Z を借りて乗ってみてくれ。絶対満足できる。というか R35 に文句垂れまくって売った私がはっきり言おう。このマシンは GTR 以上だ。R35 の官能性そのままに、不満点が全て消えている。私は幼少期から、Z のかっこよさを評価する一方、GTR の陰に隠れたマイナー車だと思っていた。完全に間違っていた。アクセル回路は 100% にしない、トルクで流しながら、安全な範囲でエンジン音を楽しむ。そんな走り方に抑えている限り、不安なもの、弱点はない。あまりにも古典的なナビ周りの装備や、プリウスと比べたら使い勝手がゴミなエアコンなんて、大したことじゃないんだ。湾岸ミッドナイトでジュラ紀の恐竜と呼ばれた Z だが、それと同じものを、この Z34 にも感じる。実に古典的だ。素晴らしいじゃないか。さっきからずーっと追い越し車線を走ってるが、マジで後続車が1台もいないんだ。後ろは常に見ているんだぞ。合流と分岐の前後に様子を見ていたり、慎重に追い越して、十分すぎる距離を置いて戻ろうとしたり、後続が来なかったり、悪条件が重なりましたな。ここから先、Z のエンジン音が静かすぎるせいもあり、ちょっと映したくないなと思う領域へ。言いたいことは全部言ってしまった感あるし、カットしようかな。シビアです。他人を気遣って、人様のリスクまでコントロールしてこそでしょう。音だけ編集どうぞ。本当に気持ちのいいエンジンですね。やっぱり6気筒はいいよ。この魅力に取りつかれると、4気筒や EV じゃ満足できないでしょう。V8 のアメリカンな迫力とはまた違うんだ。6気筒だけが奏でる、官能的な音とスムーズなエンジンフィール。ポルシェ911のフラット6が、ラフェラーリみたいな音なんだよな。運転してみたいもんだ。エニカというカーシェアサービスで、大抵の車種はラインナップがあるんですが、あんまり個人から借りたくないんだよね。だってこう、いくら抑えてると言ったって、そこそこ分回すじゃないか。なあ今の分岐、降りるところだったんじゃないか。ここでカーナビの弱点が出やがったか。スマホナビは遠くに設置しすぎて、運転中に一度も見る余裕なかったんですよね。カーナビは文字が小さすぎて、こっちも読んでる余裕なし、動画見返してると指がスマホに伸びてるシーンがありますが、運転に集中してて、何もできてないです。どこ行けいいんだこれ、C1 をもう一周する時間は普通にあるが、そういう問題でもないぞ。こうなってくると、エアコン操作系と一体型の純正カーナビは、途端に厄介な存在になるんだよな。RX8 もそうなんですが、取り外して内部の配線も加工するという、大規模工事をしないと交換できないんだよね。カーナビとエアコンの操作盤を一体成形するのは、ハーネスやスイッチ類の共通化による、一種のコストダウンだろう。その結果、10年以上の時が経っていった先で、時代遅れな、使い勝手の悪いカーナビが、カーライフのボトルネックとなってしまうんだな。ボタン1個で現在地に飛べる、数回クリックすれば自宅に目的地が設定可能、指で地図をスイスイスワイプして、目的地設定可能、この3つは備わってないと使いづらいし、電話番号の直打ちしかやることなくなっちまうぞ。さて、事故だな。電光掲示板に事故渋滞発生中って、書いてありましたからね。深夜だからこの程度で済んで流れてるけど、昼間にこれで動けなくなったら、みんなが事故を起こしたやつを殴りたいと思うことでしょう。今日は大パワー FR の、特に雨の首都高で事故りやすい3台を乗り継いだ。その中の1台、初期型の86だったんだけどな。たった今事故ってるな。みんな86のこと遅い遅いって言うけど、軽さと相まって、高回転域まで踏んだら、むっちゃくっちゃ速い加速するからね。むしろフラットに伸びていく Z と比べて、中回転移行ドッカン気味な86のトルク特性は、雨の深夜に、安心して走れるようなものではない?意外でしたよ。まさか86やロードスターと比べて、Z が一番安全だったなんて、カーシェアの維持費節約のためか、名前も聞いたことないようなタイヤが履かされてたんですけどね。全ては乗り手次第ということだ。乗り方と比べたら、乗り物の特性なんて、その 20% にも満たない要素だからな。なんだここ、8個くらいの道が集まってやがるぞ。YouTuber が取り上げるくらいには、数奇なスポットだというわけだな。左に沿って走ってるだけで抜けられて、よかったってもんだ。
こういう狭いところに車体を入れるの、大型車だとかなり気を使うんですが、Z はスイスイ入ってしまいます。前後長が短いのか、最小旋回半径が小さいのか、とにかく、イメージに合わないサイズ感。この交差点の左折も、左後ろからのモンキーを見落としやすい状況ですが、普通に見える、なんとなく持っていた危ない車というイメージ、完全になくなってしまったよ。でも記憶が正しければ、イギリスの YouTube チャンネルで、単独事故率はトップクラスに高いって言われてたよな。要するに、乗り手が適切なペースに抑えることが大事。それを守っている限り、こんなに安全な車はない。どう考えても1845ミリの横幅は、東京都内を走るにはでかい。でも、1760ミリのプリウスと同じ感覚で走れる。初期型86の購入前試乗のついでの、A90 スープラの、そのついでで乗れればいいや。その程度の気持ちで乗ったのに、まさかここまで総合点が高い車だったとはな。しかもこの雨だ。安全の保証なんかない状況下で。ここの左も結構狭いはずなんですがね、高速性能と低速域の運転のしやすさ、完璧に両立されていて感動を覚える。なんだよ日産、やればできるじゃないか。なんでこれを GTR に転用できないんだ。300キロ出しても余裕がある。そういうのが大事なことなんですか。トップエンドを求めすぎて市街地性能はズタズタ。ああ前が見えねえわ。はいはいフロントノーズフロントノーズ。1200万円もするくせに、乗り物として評価するに値しない不快さ。道に収まらず、物理的にデカすぎる車体は、公道で楽しめるステージを大きく限定する。エンジンもそうだ。加速力を求めすぎて、現実離れしたスピードレンジに置き去りにされる。Z がこれだけ良かったからこそ、改めて R35 の主に快適性を、ボロクソに愚痴りたくなってきた。時代とともに進化して速くなっていくのはいいが、日々のドライブを、サーキットに持っていくだけの供養にしてしまってるんじゃないか。増大する横幅は車線に収まらず、上がる本体価格は大抵の人の予算をオーバーし、上がりすぎた馬力を生かすステージはない。もうそろそろ、速さだけを求めるのはやめたらどうなんだ。そんな俺の声をよそに、EV 化で車重とパワーがさらに増えていく。この Z、とてもいいエンジンなんだよな。大排気量ゆえにトルクでスムーズに引っ張られていく。変な下級気がついてないから回転フィールも滑らか。ダウンサイジングターボが一般化した中ではあまりにも時代遅れで、その様には古典的という言葉が実に似合う。この V6NA エンジンじゃなきゃダメなんだ。直4でもターボでも違う。そう思わされるだけの世界がここにある。新型になってターボ化されたけど、NA のようなトルク特性になってたら嬉しいですね。こんなお宝が眠っているなんて。今年一番のお買い得マシンだぞこいつは。ナビ周り以外に弱点がない Z。素晴らしい経験をありがとうございました。カーシェアサービスエニカ、みんなもチェックだ。